一応、バンドメンバーは顔見知りで、ボーカル4人は全然顔見知りじゃなくて、まあ、会って、まあ、初めましてみたいな感じで、まあ、バンド4人はもともと知ってて、まあ、でもそんなよく一緒に演奏するって感じはなかったんで、まあ、タクマだけだったんで、あとは、なんか時々現場で会ったりみたいな感じで、今でもこれ初めて、なんか毎週会ってみたいな感じですね。だからなんかこんな、なんだろう、同じメンバーでずっと一緒にやるっていうのがなかなか久しぶり、逆に、の方がありがたい。じゃあこれ一回今日ギター弾かない日のリハです。あ、そう。だからギター持ってないです。マツコさんってユセンをどう思ってんだろうね。まあそんなに眼中ねえだろうな。おい、約束の時間まであと少し。俺の魔法の汁で、あの喉が包まれてゆくよ。なんかそれでもしどうにかなるなら、なんかそこ動機だけって寂しいなとはちょっと思ったりする。OK、それではいつもギターを弾いてくれているくんちゃんにバスカの愛を込めて歌をプレゼントしたいと思っておるんですが、聴いてください。ポンプンちゃん、レッツゴー。喜ばんぞ別に。あ、ちょ、もっとちょうだい。はい、どうも、本日のゲストはゆうせいさんです。はい、こんばんは。これ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 、楽しい嬉しい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 嬉しい楽しい